河村雅彦は、日本の政治活動家、弁護士、公益財団法人日本武道館会長。衆議院議員、経済企画庁長,長官、法務大臣、防衛大臣、外務大臣、衆議院農林水産委員長、番長政策研究所会長、自民党副総裁、日中友好議員連盟会長、武道議員連盟会長、少林寺憲法振興議員連盟会長。 自民党タバコ議員連盟顧問などを歴任した。元衆議院議員、高村坂彦の4男。息子は、衆議院議員の高村正宏。山口県徳山市出身。父、高村坂彦の衆議院議員初当選を機に、東京都へ移る。東京都立立川高等学校、中央大学法学部法律学科卒業。十三歳で、司法試験に合格。 司法収集第20期を終了し、1968年に弁護士登録。同期に枝さつ月、横道隆、弘、神崎武則、村井俊久に、五十嵐高信がいる。1980年、父、高村坂彦の引退に伴い、第36回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で旧山口に区から出馬し、初当選。同期で、 中大法学部の同窓に長野雄也がいる。小選挙区比例代表並立制度入後は山口一区から出馬し、中選挙区時代も含めて通算12期連続当選している。早くから川本俊を率いる新政策研究会の次世代を担う領収候補に目されていた。1987年、竹下内閣で河原力防衛庁長官の下で、 防衛政務次官に就任。1994年、自社差連立政権の村山内閣で経済企画庁長官に任命され、初入閣。当時大学生だった長男を秘書官に任命し、批判を受けた。1995年、所属していた派閥の名称が新政策研究会から番長政策研究所に変更される。1996年には、 第二次橋本内閣で閣僚を経験者でありながら池田幸彦外務大臣の下で外務政務次官に就任しペルー日本大使皇帝人質事件では解決に向けて奔走した1998年小渕内閣で外務大臣に就任ガイドライン関連法の成立に尽力し国会答弁ではスーパー政府委員の異名を取った小渕改造内閣でも留任 2000年12月には第2次森改造内閣で法務大臣に就任し、この頃から総裁候補の一人に目されるようになった。法省就任時の記者会見で命令書に犯行をしますかと聞かれた際、高村は日本は法治国家です。裁判所が決めたことを精査し、間違いがなければ犯を押すのは当然でしょう。 特別の信念があって押したくない人がいても良いが、そういう人は報奨を受けるべきではないと明言したが、在任中一度も死刑事案は上がってこなかった。2000年7月、番長政策研究所の会長に就任。河本敏夫の死去した2001年以降、旧河本派は高村派と称されるようになる。山崎拓、加藤光一、小泉純一郎の YKK に、 森吉郎を加えた、マイクに、高村を加えて、マイ三 k と称されることもあった。この頃、小泉の光景を伺い、麻生太郎、小鎌子と、平沼武雄らと共に、死死の会を結成した。2003年、自由民主党総裁選挙に出馬。高村派所属議員のほか、高知会堀内派の林吉郎やその長男、林吉正。 大友会の鈴木常夫や森英介、平沢勝栄らが高村の推薦人に名を連ね、保守党党首から自民党に復党した野田武氏も高村を支援した。結果は最下位に終わったものの、議員票では高村派議員数の16人を大きく上回る47票を獲得。一定の存在感を示した。 総務会で郵政民営化法案の提出に反対した。衆議院本会議の採決では棄権した。後に参議院の審議で不対決議付きの法案が可決され、過疎地の郵便局も存続の見通しが立ったため、衆議院の解散後に賛成の立場を明らかにし、自民党の公認を受けた。2006年自由民主党総裁選挙では、 同じ山口県選出の安倍晋三を高村派を挙げて、支持し、安倍内閣では、内閣府特命担当大臣に、山本雄二、在職中に死去した農林水産大臣、松岡俊勝の後任に、赤木徳彦を送り込んだ。2007年、第一次安倍改造内閣では、防衛大臣に任命される。安倍の後継総裁を選出する2007年自由。 民主党総裁選挙では福田康夫を支持福田康夫内閣では外務大臣に任じられる。福田康夫改造内閣でも再任された。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では全国的に自民党への猛烈な逆風が吹き荒れる中、保守王国、山口県で圧倒的な強さを見せ、山口一区で民主党新人の高村務を破り、 重戦。高村には5万票弱の大差をつけたが、比例復活を許した。山口1区で、自転以下の候補が、比例復活は初。2012年自由民主党総裁選挙では、再び、安倍晋三への支持を表明。総裁に当選した、安倍のもと自民党副総裁に起用された、番長政策研究所の会長職は、 副総裁を退任した大島忠盛が継いだ。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では山口一区で11選。2013年3月25日、横綱審議委員会委員に就任。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では山口一区で12選。2017年1月30日、 自由民主党副総裁の連続在任日数が1586日となり、歴代最長となる。9月、第48回衆議院議員総選挙には出馬せず、引退、長男の高村正宏が、山口一区から後継として出馬し当選した。安倍は、党内の会見論議で、中心的役割を担わせるため副総裁として、続投させる考えを示し、引退後も再任された。 2018年春の叙勲で朝日大受賞を受賞。2018年10月2日、自民党副総裁を退任。党憲法改正推進本部の最高顧問に就任。毎日新聞による小渕内閣の外相時代の評価は高く、北朝鮮問題でも拉致問題解決なくして米支援なしの原則を公言していた。当時は北朝鮮に優和的な政治家が、 対調外交の主導権を握っていて、積極的な議員外交が繰り広げられていた。2007年11月2日の衆議院外交委員会で、科学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に関して民主党の松原人氏は、昭和20年の敗戦後に中国側へ兵器を引き渡した際の引き継ぎ書には、 科学兵器も含まれていたと指摘したが、高村はどっちに立証責任があるかといえば、それは条約上の建前から言って日本側にあるんだろうと思います。これについては引き渡したものですよ。これについては日本側に責任はありませんよと。それは非常に困難なのではないかな。こういうふうな感じを今ご質問を聞きながら思いましたと述べた。 2008年3月17日に参院予算委員会で中国南京などにある公日記念館の展示内容について事実関係に疑義のある展示や青少年の教育上過度に残虐な表現がある展示が見られることは残念だと述べた。南京や露光橋の公日記念館には日本軍兵士による100人切りの記事や写真などが掲示されており 高村は指摘すべきは指摘し、中国側の適切な対処を求めていくと語った。弁護士時代に世界キリスト教統一心霊協会の訴訟代理人を務めており、1980年には統一協会の女性信者が強制回収させられているとして裁判所に人身保護請求を行ってその信者を解放させたことがある。しかし今は 何の関係もないとしている。また、1989年の政治資金収支報告書によれば、霊感商法の元締め的会社であるとされる、ハッピーワールドから時価380万円の高級車を提供されている。いわゆる商協推進議員であったが、外務大臣に就任した年の週刊ポスト市場では、統一協会との関係について、冷戦構造化において、 共産主義反対というところで一致していただけで、統一協会の弁護士を辞める際に今後は一切相談は受けないことを申し入れたこと、統一協会の教祖分宣名に対してビサ発給などで便宜を図ったことはないこと、1999年の入国に協力するつもりはないことなどを語っている。しかし、週刊朝日により、家庭連合が所有する放送局、p e の番組内で、 同会の近畿君北米大陸会長らが自民党本部で高村副総裁に歓迎を受けたと放送されたことが報じられた。第45回衆議院議員総選挙での惨敗後、舛添陽洋一が党再生を議論する政権構想会議の席上で提起した自由民主党の党名変更についていち早く反対を表明し、選挙に負けて自虐的になったのかもしれないが、 敗戦直後に、日の丸君がよ反対という人が出たのに近い発想だ。透明を変えて、目くらましをしようというのはあまりにも情けないとマス添えを、牽制した。政権構想会議の座長だった、伊吹文明ら党幹部の多くも反対したため、透明変更の賛成論は広がらなかった。2013年5月13日、政務調査会長、高市さないが、テレビで、 村山談話を批判した。批判は、第二次、安倍内閣の歴史認識が、歴代内閣とは違う点が強調された。これに関し、総理が一生懸命に説明しようとしているのに、政府、与党の幹部が誤解を受けたり、利用されたりする発言をすることがあってはならないと、珍しく、苦言を呈した。2014年5月5日の会談において、中国共産党、 序列3位の超特への日本側に主たる問題があるという発言に対し、主たる原因という表現は中国側にも原因があると認めたものと反論した。また、どちらが主たる原因かは双方に立場はあるが、互いにしっかり話し合っていくことが必要だと述べた。ありがとうございます。